こんにちは。今日はですね、こちらの結び柳の商品を使用したお正月飾りの提案をさせていただきます。それではご覧ください。それでは材料からご紹介させていただきます。まず最初ですね、メインになってきますのがこちらの柳です。今回新商品の名前のところで結び柳としてるんですけれども、お正月の時ですね、初釜なんかの時に床の間の飾りとしてよく使われているかと思うんですけれども、挽留とも言ったりしますけれども、床の間のですね、青竹なんかに入ってたりだとか、あとこういったような花器にですね、シンプルにこう結んだ感じで飾られていることが多いかと思うんですよね。よく椿が入っているようなイメージでしょうかね。今回ですね、飛鳥商会でも長年ですね、作りたいなって思ってた商品の商品化が実現したので、こちらをご紹介させていただきます。とてもですね、この長い感じが、今回これ1本なんですけども、こちらの感じで空間のその広さに合わせて、あとイメージするところにこう流すような感じで入れられてもいいですよね。1本使いだったりだとか、場合によって2本3本使ったりっていうような形でもいいかもしれませんね。今回は少しまた違ったイメージで見せていきたいので、その他の花材をご紹介させていただきますね。こちらが硫化デンドロになりますね。プラスチック素材になるんですけれども、リアルな感じでできてますので、とてもこう合いやすいような色合いになってますね。ちょうどこうドライフラワーの感じのイメージ、ドライタッチと言いますかね、実際にあるような感じなんですけれども、少しドライに合わせてやったら綺麗だろうなと思ったような組み合わせになってますけれども、とこちらが紅葉になっているこうユーカリになりますね。こちらまた色違いもあるので次回ご紹介させていただきたいと思うんですけれども、細葉の柳のような葉っぱと、あと丸葉のユーカリみたいなのが一つについてるんですね。なのでとても使いやすいんですよね。こちらを使っていきます。あとはこちらのようなピックですね。お米のゴールドのピックになるかと思うんですけれども、新商品になります。7本バンチになってますかね。あとは同系色でこちらのような感じのファンをご用意してます。切り分けて使っていきますね。それではこちらが材料になります。それぞれのパーツをですね、使用する分だけカットして残しています。土台になってきますのがこちらの柳になりますので、こちらはですね、今ちょっと画角上あんまり長くは映らないので、ちょっとですね短めの感じの、今回はリースにしていきたいかなと思ってますけれども、その飾る空間によってですね、この長さを、足の長さといいますか、下に垂れ下がるようなイメージが良ければ、ちょっと長めで構成してあげたりするといいかなと思いますけれども、ここの輪っかの部分もですね、ある程度の大きさを決めていきます。でワイヤーがしっかり入っていますので、この芯のところはですね、太めのところは曲げることができます。ただですね、この先端のところになってきますと、こうプラスチック素材になってますので、しっかりとした土台がない状態にはなりますので、そこでは固定することがあまりできないんですよね。ですので今回はちょっとこれぐらいの大きさにしておきましょうかね。これぐらいでリースを作って少し流していくイメージにしていきたいと思います。でしっかりとした
ワイヤーが入ってる部分で24番の2本で固定をしていきます。こちらもですね、遊びを少し作るぐらいの感覚で全部を止めなくてもいいんですけれども、部分的にですね巻き込みながら、細いところも巻き込みながら、どれくらい崩してどれくらいしっかりと固定するかで雰囲気が変わってきますけれども、これぐらいの感じで収めていきます。でもう一箇所ぐらい止めていきますね。これもキュッと止めすぎてしまうと、ちょっとこの緩さのカーブの部分だったりとかがあんまりなくしてしまうと面白みがなくなってしまいますので、ある程度のところでこうほぐしながら、その飾る空間をですねイメージして止める箇所だったりだとか止め方を工夫を変化をつけていきます。でこのベースがある程度できましたら、今度はこの上に乗るですね、あのパーツを作っていきたいと思いますけど、こんな感じで土台が出来上がります。であとはですね、この透けた部分がですね、ステムだけが見える部分があまり綺麗ではないので、ちょっとこのパーンでカバーするようなイメージで有価電ドロンが乗っていくようなイメージのパーツを考えながら、イメージをある程度固めていきますね。先にこのパーツだけをある程度作っておいてもいいかもしれませんね。組み合わせながら入れていくのも一つなんですけれども、まあ、例えばこの下の部分に入れていくかどうかとか、ここだけで収めてしまおうかとか、そういったことを計算しながらですね、ある程度まとめていきます。今回はこのような感じで少しカーブをつけながら、少し下を向くようなイメージでですね、有価電ドロンを入れて、あとはこちらのコールドをですね、お米に見立てて入れてますけれども、商品名的にはウィートになってるかもしれませんね。季節に合わせて、例えばこちらがかぼちゃのようなものと合わせてハロウィンだったりとかも使いますけれどもね、今回は和のイメージで入れていきますので、お米に見立てたイメージですね。あと先ほどもご紹介したこのユーカリですね。色違いのものもあるんですけれども、おそばと丸葉が入っているので、とても使いやすいんですね。麺もこうしっかりとしてて、はっきりしてくるので、入れた時に綺麗ですね。でとても細いものになるので、こう入れる時にアレンジしやすいような形状になってますね。組みやすいような形状です。先端に入れたりだとか根元に入れたりだとかしながらバランスを整えていきます。こんなイメージででしょうかね。である程度組みましたので、またここをワイヤーで留めていきます。スワップを作るようなイメージで、リーススワップですかね、そんなイメージでパーツを組みましたけれども、で少しカーブがするようなイメージ でこちらのステップがですね、活かせそうであれば長いまま入れてもいいですし、あまり入れた時に最後ですね、組み立てた時に切れてなかったらカットをするというようなイメージです。で今一箇所だけ止めましたけれども、安定が良くなければもう一箇所で締めておかれるときっちりと止まりますね。そして最初に作ったこちらのリースをですね持って、あとは配置をバランスを考えながら止めていきますね。このぐらいがきれいかなっていったところで、今回はここら辺にちょっと止めますけれども、
流すようなイメージでですね、少し入れてますけれども、でバランスを見て、あまりこことこことのつながりが綺麗でないなっていう時には、もうここあらかじめ先にカットをしていきましょうか。で切ってしまいますね。でこのまま一気に縛ってしまってもいいんですが、今回はここでもう一回固定をしていきます。最後にですね、ここのステムの部分でですね、処理の仕方なんですけれども、先にここを巻き上げてしまって、で綺麗に取り付けるという方法もあるんですけれども、ある程度一体化させてその上から結ぶという方法もあるので、今回はそちらにしていきたいと思います。まあ、どちらも一長一短あるので何とも言えないんですけれども、こちらがの部分がですね、出てきた時にさほど気にならなければ生かすこともありかなというところは思うんですけれども、あまり綺麗じゃなかった場合はもうロープで隠してしまうか、もしくはこの葉っぱをですね、グルーガンで取り付けて隠してしまうかというようなことも考えてもいいかなと思いますけれども、一応こちらと固定をして止めていきます。あとは順番に揃えてですね、巻き上げを行っていきますけれども、こちらもお好みで綺麗に巻き上げてしまってもいいですし、もうランダムにこう斜め掛けしていってもいいですよね。今回の日本はちょっと簡単にするために簡単に交差させて巻き上げてますけれども、きれいに巻き上げたい場合はきっちりと緩みなく巻かれるといいかなと思いますけれどね。ちょっと今簡単にまとめてみましたけれども、最後にですね、見本でご紹介はさせていただきたいと思います。それではこちらで完成になります。結び柳を使って少しカジュアルな感じのタイプで、まあ、シックな色合いにはなるんですけれども、秋口からですね、こうドライのイメージと、あとお家に馴染みやすいといいますか、割とシンプルな形でまとめたお正月飾りになります。でもう一点ですね、引き続いてオーソドックスな結び柳の方をご紹介させていただきます。それではもう1点、オーソドックスなこちらの結び柳のご紹介をさせていただきます。まあ、カタログの方でもご紹介をさせていただいてたんですけれども、シンプルにですね、白い椿とか合わせていただいて、あとはこちらのような花入れにですね、入れていただいたりとかすると割と簡単に作れたりっていうことがありますね。そこの飾る場所に合わせてですね、高い位置から飾っていただいたりとかするとかなりこう迫力のある商品かと思いますので、こちらも結び柳おすすめになってます。もしよかったらお正月の日に使ってみてはいかがでしょうか。本日もお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。